はいどうもバサラですすご、えー、ご視聴ありがとうございます、えー、今日はですね、久々にこの窓際でね、えー、ちょっと撮ってみています。東京はですね、結構天気が良くてですね、まあ、久々にここのところで、まあ、太陽光でちょっと撮影をしてみているという感じです。で、今日はお知らせの、まあ、動画でして、内容としてはですね、メンバーシップを開始しますというような内容になります。 で、いきなりね、メンバーシップの話をされても、何それっていう人がまあ多いかなと思うので、まずはメンバーシップって何なのかっていう話をちょっとさせていただいて、その後僕のチャンネル、まあ、どういう風なメンバーシップになるとどういう風なことができるのかっていう話をさせていただいて、どうしてそれをやるのかって話を最後にさせていただこうかなというふうに思います。 はい、メンバーシップは何かというとですね、まあ、僕らみたいな動画の配信者が何かの特典をこう準備をしてで、えっと、それを視聴している皆さんの中で、まあ、その特典がまあいいなって思った場合に、えっと、金額を払ってそのコンテンツがまあ見ることができたりとか特典にあるようなまあメリットを享受できるようなものになりますなのでまあ投げ銭系のまあサービスの月額版みたいなものになりますでじゃあ僕のメンバーシップ、まあ、何をするのっていう話なんですけれども、えっとまず 金額からお話します。えー、月額290円で、えー、考えています。なんで290円にしたかというとですね、えー、スタバのドリップコーヒーのショートサイズがですね、290円だったんで、290円だったので、えー、その、えー、価格にさせていただきました。まあ、感覚的にはですね、まあ、バサラよ、今月もね、まあ、頑張っとるの動画をっていうことで、えーまあ、コーヒーぐらいね、一杯ぐらいおごってやるよっていうような、えー、感覚で、 290円っていうえ価格を決定させていただきましたで得点の1つ目なんですけれども、えー、これまでですね、まあ、ぼやき動画を出していたんですけれどもこれをまあちょっと週1回定常的にまあ出させていただいて、まあ、週1回のえぼやき動画をまあ見ることがまできるようにしようかなというふうに思っていますあとですね僕最近開封動画は全部カットしてるんですよね 全部カットして後から声を入れているみたいな感じでやってるんですけれどもあれって僕実は喋りながら開けてるんですよ。 開けてて、で、その動画とかって、なんか全然その、なんでしょうね、あの、YouTube に出てないとか、だったりするので、まあメンバーシップになられた方に、まあ舞台裏じゃないですけどね、最初に本当にどう思ったのかみたいなのが、まあ気になる人もまあいるかなとは思うので、そういった本当の開封動画、ほんの、本当の開封動画って変ですけどね、はい。あの、最初の本当のインプレッションが見れるような、えー、動画みたいなのは、 メンバーシップの方で、まあ、見れるようにしようかなと思っています。それ以外にですね、まあ、人数によるんですよね。まあ、これどれぐらい加入していただけるかとか、あとはまあね、その雰囲気にもよるので、あれなんですけれども、今はまあ僕が考えているのは月に1回程度、えー、ライブ配信をちょっとしようかなと考えています。基本的にはまあ雑談メインですね、えー。雑談メイン、今のガジェットどう思うとかこれはどう思うみたいな話も、えー、したいなと思ってますし、まあ、その中で例えばこのね、Mac を僕は買おうと思ってるんだけどどう思いますみたいな話とか、月1回 のライブ配信でしようかなと思ってますであとは特典の3つ目としてはですね今アイコンをちょっと作ってるんですけれどもメンバーシップになっていただいた方向けのオリジナルのアイコンをちょっと提供しますっていうところとあと僕 YouTube のトップのところのデザインでだいぶ変えてないんですよ本当にこれ多分2年以上ちゃんと本当に変えてないところなんですけれどもそこら辺のカバーデザインとか新しく作ってるものとかを先にね先行でちょっとお見せするとかっていうこともメンバーシップの方に向けてやろうかなという いう,ふうに思っています次にこれ何で始めるのっていうところを話していこうかなと思うんですけれども大きくはですねまあ、2つあります1つがチャンネルの継続性ですね2つ目がですねコンテンツを区切るためっていうところで考えてます1つ目のチャンネルの継続性っていうところなんですけれども昨今ねなんか結構そのニュースサイトとか見てればえっお気づきの方とかねコロナの情勢もあったりとかもするんですけれどもすごくですねえっと YouTube の広告収入がますごくどん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 まあ減っていま っててていいいるっていう話がすすごくたくたさん出ています僕はですね全然広告単価が下がるとか広告収入が激減してるとかっていうことは全然ないんですけれどもただ今後ってことを考えた時に本当に広告収入だけでこのチャンネルを維持していけるのかってなるとちょっと不安だなっていうのは正直思っているところです。 今のところですね、僕はですね、このチャンネルで出てきている収益だったりとか、アフィリエイトでまあ購入していただいた収益っていうのは、全部このチャンネルでレビューするもののためだけに、まあ、お金を使っているんですね。なので、ここがどん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 、もしも減ってっちゃったりとかすると、今後、レビューできるガジェットの数はどんどんちょっと減ってっちゃったりとか、まあ、そういうことも考えられますし、それ以外にも、今も例えば要望をいただくんですよね、このやつとか買ってみて、えっと、レビューしてみてほしいっていう風なのもあるんですけれども、そういう要望とかもまあ全部受けたいなとは思うんですが、 自的に考えるとととちょっっ難しいなっていなてうところがあるのでまあそういった新しい要望も叶えたいっていうのもありますしチャンネルの継続性とかも考えていくとやっぱり別の収入源みたいなものも自分の中で何か考えていかないといけないんだろうなというふうな時期に来てるのかなと思っていますこれがまあ理由の1つ目ですね2つ目の理由ですねコンテンツを区切るためっていうところなんですけれどもこちらがですね僕にとって一番大きな理由かなというふうに思ってますぼやき動画をですね まあ先,月ぐらい先々月ぐらいからですね、まあ、ちょっと始めてみていてですね、えー、まあ僕自身の、えー、思ってることといつもの喋り方のペースでまあ話すような感じでやっているんですけれども、えー、すごくですねチャンネル登録を昔からしてくれてる人 かからしてみるとすすごいいい評判がやっぱんいいんですよなんか結構受けもいいしコメントもすごいなんでしょうね違う感じのコメントがつくんですよねなんかそのもうちょっとんなんか僕のチャンネルではつかないような感じのコメントがやっぱりついていてやっぱり自分の中で何でしょうねちょっと手応えもやっぱりあるというかやっぱりちょっとコミュニケーションちゃんと取れてるなっていう感じが、えー、すごくしますし、えー、僕自身ですね話していてすごくなんでしょうね楽というか喋っていてそれも楽しいレビューも 作るのもも楽しいいんですけれどもそういった何でしょうコミュニケーションを取るってこともすごくまあ楽しいんですねなんですけれども、えー、YouTube からのですね評判が悪くてですね、えー、例えばこういうふうな動画ぼやき動画を出すとですねこういったメッセージがまあ出てきてしまいますとでこういうふうなのが結構続いてしまうとですねうちのチャンネル自体の評価がこう下がっちゃって例えば皆さんの,そのホーム画面みたいなところで、まあ、おすすめ動画みたいなところで出づらくなっちゃったりとか関連動画から出づらくなっちゃうとか、まあ、そういった YouTube かからの悪いい影響というかっていうのもやっぱりあるのでそんなにですね今ぼややきコンテンテツが増やせないんですよあとはですねまあ、新規に来られた方からしてみるとなんかちょっとびっくりしちゃうかなっていうのがちょっとあって例えば僕の Mac のレビュー動画とか、まあ、Mac の買い方みたいな動画から入ってチャンネル登録をしていただいた方の例えばその次の動画がいきなりぼやき動画ですっごい緩い動画が出てきたとするとあれ このチャンネルちょっと間違えたかなみたいな感じで、まあ違和感を覚える方多分いらっしゃるかなとは思うので、えー、そういったことも考えていくと、やっぱりコンテンツをある程度区切らないといけないかなというふうに感じてます。でもちろんですね、サブチャンネルも考えました。サブチャンネルを作って、そちらの方でまあぼやき動画を出すみたいなことも、まあ、一応考えたんですけれども、まあ、内容的にはガジェットとガジェットで、やっぱりサブチャンネル作るんだったらその違うカテゴリー、例えばゲームチャンネル作りますみたいな感じの別のジャンルだったらいいんですけれども、同じ ジャンルでなんかメインとサブってあるのもなんかその見づらいしコンテンツ上げる方も結構煩雑だしうーんどうしようかなって思った時に、まあ、このメンバーシップっていうのがまあできるっていうのを知ってちょっとチャレンジしてみようというふうに思いましたであとはですねそのメンバーシップに入っていただける方っていうのは基本的にはまあその僕に対してまあポジティブな人の人がまあネガティブでねあいつ嫌いだけど290円出してやるみたいな人って多分いないと思うんですけれどもポジティブな方の方がまあ基本的には多いかな っってていいう風に、えー、思ってはいるのでそうするとやっぱり僕もすごく話しやすくなりますし、まあ、前のぼやき動画でも話したんですけれどもそのぼやき動画はどちらかというと僕友達に話しかけるような感じで話しているので僕自身も何でしょうその安心感を持って話せるというか。 よりプライベートだったりとかパーソナルな話とかもうちょっと自分らしく、えー、話せたりするかなと思ったのでこのメンバーシップをですね、まあ、始めようかなと思った理由の一つです大半の方がですね、まあ、僕の Apple の話とか、まあ、Mac の話とかっていうのを、まあ、見に来ている方、まあ、レビューの動画とかね、えー、見に来ている方がほとんどだと思っていてそこのクオリティをですねもう下げる気は全然なくてですねそこがまあやっぱり僕の、まあ、メインのところかなっていうふうに思ってるので別にそのメンバーシップ必ず入んないとダメなのかなっていうふうに全然思って いただく必要なくててて本当ににここれままで通りりのの週2回の動画はきっっちり出させいいただううかななと思すんですけども、まあ、もうちょっと僕のパーソナル部分とか、まあ、ちょっともうちょっと知りたいよみたいなこととか、まあ、ライブ配信でね、えー、ちょっと少しなんかその聞いてみたいよみたいな人にとって、まあ、アドオンとしてまあメンバーシップを今回作っているという感じになります。というわけで,ですね、まとめると、まあ、こういう感じですね。これまでは週2回のまあレビュー動画をやっていて、あとは不定期でね、まあ、ライブ配信ちょこっとまあしていたりとか、あとは、ね こういった感じの不定期のお知らせ動画だったりとかあと不定期でぼやき動画を出していたっていうような感じなんですけれどもこれからはこういう感じになりますこれまで通り週2回のレビュー動画だったりとか、まあ、何かイベントごとがあったらライブ配信ちょこっとね不定期でしようかなっていうところと、まあ、お知らせ動画みたいなところはもう変わりませんでメンバーシップに加入していただくと、まあ、これらに加えて、えー、とぼやき動画だったりとかあとはもう開封シーンの、ね、動画だったりとか、まあ、ちょっとボツになったレビュー動画とか そういったものをちょっと出していって、で、ここ目がですね、まあ、状況にもよるんですけれども、月1回のライブ配信をやっていこうと思っております。はい、というわけで、ちょっと長めのお知らせになっちゃったんですけれども、メンバーシップを開始いたしますというような内容でした。月額290円っていうのがね、やっぱり決してね、安い金額ではないなっていうのは、すごく理解していて、まあ、例えば Apple One とか言えば、1100円でね、Apple Music も Apple TV Plus も Apple Arcade も、さらにストレージまでついてみたいな。 のがやっぱり 1, 円である中やっぱり290円っていうね、えー、ってところは、まあ、かなりあのハードルの高いあのものだとは思ってはいますけれどもやっぱり自分の、えー、チャンネルもこれからも考えていったりとかあと自分がどういうふうなコンテンツを出していきたいっていうふうなことも考えていった時にやっぱり自分の中でちょっとメンバーシップチャレンジしてみたいなというふうに、えー、思ったのでぜひぜひまあ賛同いただけるというかねあの協力してやるよみたいなうコーヒーおごってやるよみたいな、えー、感じの方はですねぜひ,ぜひ概要欄から メンバーシップ登録していただけたらすごく嬉しいですこれからもですねこのチャンネル頑張って伸ばしていこうと思ってますし動画もね出し続けようという風にすごく考えているのでぜひぜひこのチャンネルを引き続きよろしくお願いいたしますご視聴ありがとうございましたそれでは皆さん次の動画でバイバーイ